選手権には出られなかったけど世界に行けた、戦おう無我夢中に。ドイツシャルケで活躍する日本代表内田篤人は高校生イレブンに熱いエールを送りました。90回の節目を迎えました高校サッカー選手権、群馬県大会の決勝です。強く激しく美しいサッカーは今年も健在です。6連覇のかかる黄色と黒のタイガー軍団前橋育英。一方、3度目の決勝の舞台、チームは一つに合言葉に初の国立に燃える青木選手、桐生大地。去年と同一カードの決勝戦、群馬県大会は私立の2校によって国立の切符が争われます。それでは放送席ご紹介していきましょう。この放送の解説ですが、群馬県高体連サッカー専門部技術委員長、伊勢崎清明高校サッカー部監督の関根勤さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。快晴に包まれました群馬県前橋市の群馬県立県営サッカー場、すでに多くの応援団が詰めかけています。まもなくキックオフを迎える県営サッカー場です。さあ、両チームの選手が姿を見せました。前橋育英は7年連続22回目の決勝進出、一方桐生大地は2年連続3回目の決勝進出です。育英勝てば6年連続17回目の全国、桐生勝てば初の国立の舞台です。それでは両チームのスターティングイレブンをここでご紹介していきましょう。まず黄色と黒の縦縞のユニフォーム、前橋育英高校。ゴールキーパーが3年生の川原正幸、ディフェンダーは4人です。右に山本豊、左には山田優太が入ります。そしてセンターバックのコンビはゲームキャプテンの深夜、そして2年生の183センチ小川優希、ボランチには1年生と広瀬圭、コンビを組むのが3年生のレフティー高森翔太。そして前線は4人です。右サイドに斉藤裕二3年生、トップ下には J2 ザスパ草津内定の横山翔平、そして左サイドにはここまで毎試合ゴール3連続ゴールの4ゴールを挙げている白石智之、ワントップは2年生の富山亮が入ります。そして育英のサブのメンバーです。背番号4番が大平、5番がリ・ジョンス、8番が山田健二、12番が富澤正也、15番が渡利正弘、16番が唐木沢正也、19番が堀越源太、20番が三橋周平、22番が広田和也、24番が佐藤優太、25番1年生の小口大二が入っています。交代は4人まで認められています。さあ、それでは一方、青のユニフォームの桐生第一のスターティングイレブンご紹介していきましょう。ゴールキーパーが背番号12番の鯨井拓真、ディフェンダーはこちらも4人です。右サイドに古澤智樹、左には古澤芳樹の双子のコンビです。双子のお兄さんが古澤芳樹です。そしてセンターは堂前高政と渋沢慎也の2人、ボランチにはゲームキャプテンの金田俊博、チームキャプテンのここまで1ゴールの磯部亮太、そして前線がどうやら4人になりそうです。ワントップで鈴木武蔵を使ってくると思われます。右サイドには池田俊樹、トップ下に吉森恭平2年生、左には横堀雅也がどうやら入りそうです。そして桐生第一のサブのメンバーです。背番号1番が市川一馬、2番が宮崎陽、13番が青木優、15番が伊藤和樹、16番が富田裕樹、17番が星野康介、18番小林隆二、21番が佐藤良平、23番が針谷正人、24番が新井克之、25番が北爪拓也です。さあ、解説の関根さん、はい、前橋育英対桐生第一の決勝戦ですが、両チームともにそれぞれ J リーグに進む2人がいるんですね。はい、そうですね。前橋育英は横山、こちらの選手です。はい、そして桐生第一には背番号が10番のワントップに入ると思われます鈴木武蔵がいます。6歳までジャマイカで生活していました。6月のメキシコ U17 ワールドカップフランス戦では先発出場を果たしています。前半は右から左に攻める黄色と黒の縦縞、前橋育英。一方、桐生第一ブルーのユニフォームは前半は左から右に攻めるということになりそうです。
第90回全国高校サッカー選手権群馬県大会決勝、育英勝てば6年連続17回目の全国、一方キリチ勝てば初出場です。今前半の40分のスタートです。長いボールをまず蹴り込んできました前橋育英高校です。クリアした桐生第一。前半は黄色と黒の縦縞の前橋育英が右から左に攻めます。ブルーのユニフォームの桐生第一は前半左から右。さあ関根さん、注目の立ち上がりということになりますが、はい、先ほどもちょっとお伝えしましたが、育英の背番号10番の横山ですね、どんなプレイヤーになるでしょう。はい、そうですね、トップ下のポジションを取っているんですけども、ちょうど青の桐生第一の選手のディフェンスライン、はい、それからボランチの2人ですね、この間のスペースです、中間ポジションを非常にうまく使う、フリーであれば前を向いて勝負と、はい、囲まれればパスを放つと、ショートコーナーです。クレバーな選手ですね。ペナルティーエリアから白石のシュート、ポストの左サイドネットです。毎試合3連続のここまで4ゴールの白石のまずシュートでした。どうですか関根さん。はい、ここまでの試合で前橋育英ショートコーナー非常に多かったんですけども、まず1本目の重要なコーナーキックを、早いショートコーナーでスタートしてシュートで終わると、理想的なスタートですよね。はい、そして一方桐生第一高校は背番号10番の鈴木武蔵、どうやら見ますとやはりワントップでは7番の吉森と10番の鈴木武蔵が右に入っていますね。そして左には6番の選手がいます、池田俊樹。ここは3トップという形で組んできたんでしょうか桐生第一高校。今ボールを持っているのが10番の鈴木武蔵、 J1 のアルビレックス新潟に来季入団が内定しています。やはりこの選手は関根さん一つ注目の選手ですね。そうですね、ちょうど今のプレーですね、前線から、速いスピードでボールを追っかけていく、相手のディフェンダーにとって非常に脅威の、選手ですよね、はい、今日はワントップで起用されている感じがしますよね、はいはい、やはりセンターにこのワントップで10番の鈴木武蔵が入ってくるようです。立ち上がり前半の2分が経過しています。群馬県大会の決勝、さあチャンスになるか。7番の斉藤裕二が追っかけていきましたがゴールラインが終わりました。桐生第一高校対前橋育英、キリイチの総監督小林智さんはやはり前半の立ち上がりは少し様子を見て入っていきたいというふうに話していました。ではここでベンチの様子も伝えてもらいましょう。まずは前橋育英高校サイド、梨田智和アナウンサーです。梨田さん、お願いします。はい、ピッチレベルなんですが風はほとんどなく、はい、穏やかな気候なんですね、でただピッチレベル強い日差しが照りつけていまして汗ばむような陽気となっています。はい、前橋育英高校の山田康介監督、普段通りのサッカーをすることが大切、まあ、決定力が課題になっていますが、まあ、桐生第一も体を張ってディフェンスをしてくるだろう、簡単には崩せない、僅差の勝負になる、前半は0対0でも OK と話して選手たちを送り出しています。前橋育英高校を率いて今年で30年目になりました山田康介監督です。7年連続の決勝の舞台、ディフェンスラインでゆっくりとボールを回します。ここにいるのが10番の横山、横山が中に入って一旦外に、2番の山田優太、山田が中に送ればチャンスですがコーナーキックになります。前半の立ち上がり3分、育英は2本目のコーナーキックになります。先ほどはショートコーナーでした。ディフェンスラインからゲームキャプテンの新谷が上がってきています。キャプテンマークを巻いている3番です。低いボールになった、シュートはできるか、こぼれている、磯部がクリアした。桐生第一まだチャンスになるか、育英ボールをキープする、高森が下げて中に送るが斉藤裕二、もう一度コーナーキックです。前半立ち上がり4分ですが3本目のコーナーキック、これだけ関根さん続きますと桐市も集中力を維持していくのが大変ですね、はい、そうですね、またショートコーナーの動きのようなものがありましたけども、逆に桐生第一まだ押し込まれていますが、鈴木武蔵君が張ってますの で、 そうです、ね、セットプレーの後のカウンターも見ものだと思いますよ、中に送りましたが桐地がクリアする、横堀が追ってきました。スローインは育英ボール、
こちらが背番号10番前橋育英の横山翔平、得点に絡むドリブル、相手の裏を取るプレーが武器です。スローインから行く14番の白石、この左のゾーンはいわゆる白石ゾーン、もう一度白石にというところですがクリアした。背番号5番の古澤義樹、双子の兄弟のお兄さんがクリアしました。もう一度スローインから山田優太、一旦下げる、ここに鈴木武蔵がいる、ポストプレー。17番の小川とのマッチアップでした。こちらが背番号10番桐生第一の鈴木武蔵、 J1 アルビレックス新潟に来季入団が内定しています。中盤で横山が前を向く、まだボールをキープしている。1年生の広瀬を経由して山田から右サイド、最終ラインの深夜が前線に長いボールを送る。セカンドボールはどちらか、白石が取る、前を向く、ハンドの判定です。ではこれ桐生第一高校のベンチリポートを読んでみましょう。桐生第一サイドは三住由里子アナウンサーです。三住さんお願いします。はい、桐生第一高校の小林勉総監督は、準決勝の時のような育英の立ち上がりに注意したい、高い位置からプレッシングをかけて攻守の切り替えを早くできるかが鍵、またセカンドボールをいかに拾えるかと話していました。桐生第一を率いて11年目になりました小林勉総監督です。中盤でのボールの奪い合いから前線の富山へのボール、桐生第一がクリアする。横山からまだ育英がボールをキープ、右サイドの斉藤、ここで桐一がボールを奪いました。ここまでは関根さん、はい、ポゼッションでいうと前橋育英ということですが、チャンスになるか桐生第一、横堀上げられればチャンス、中には鈴木武蔵か、ディフェンダーに当たりました。チャンスを多く作っているのは関根さん育英ですが、はい、桐生第一もやはりワントップで鈴木武蔵がいますからね。そうですね、立ち上がりお互いに、リスクを負わないようにロングボールも、はい、蹴ってきますので、小林監督が言ったようにセカンドボールどちらが拾うかというのも重要な鍵になるかと思います。さあ右からのコーナーキック、鈴木武蔵は184センチ、ディフェンスラインから胴前も上がってきます。桐生第一、鈴木武蔵はファーサイドからニアに行きましたが、そのままゴールラインを割らずにディフェンダーに当たってゴールラインを割りました。コーナーキックです。立て続けに桐生第一も2本目のコーナーキック、ここは14番の金田が左からのコーナーキックです。右足で巻いてくるボール、前半立ち上がり間もなく8分になります。この決勝戦レフリーは篠藤匠さんです。今季は一級審判として J リーグの試合を6試合吹きました。今横山に一つ注意を与えました。さあ桐生第一がコーナーキックのチャンス、鈴木武蔵はファーサイドにいる、キーパーの前だ、鈴木武蔵ヘディングはディフェンスに阻まれた、まだいる、キーパーが出る、桐生第一ビッグチャンス、最後は19番の横堀がいきましたが、鈴木武蔵に大きなチャンスがありました。いやビッグチャンスでしたね関根さん。そうですね、キャプテンマークをつけた新谷君、マークをついていたんですけども、前のスペースが少し空いているので、そこをうまく走り込まれ、高い打点で打たれてしまいましたね。でもナイスキーパーだと思います。決勝トーナメントに入ってからはゴールがありません鈴木武蔵、満を持して今日は先発スタメン出場という鈴木武蔵です。山田さん、はい、どうぞ。前橋育英高校サイドですが、その鈴木武蔵選手に対して山田光介監督、とにかく身体能力が高い、届かないようなボールにも届く、はい、触れないようなボールにも触る能力があるので、最新の注意を払いたいと話していました。そうですか、まあ、いわゆるここまで左サイドでプレーすることが多かった鈴木武蔵ですが、今日は小林勉総監督はワントップで鈴木を起用してきました。ヘディングで返します。ゴールキーパーは鯨井。
山田さん、はい、どうぞ。桐生第一の小林勤総監督ですが、試合前、決勝に向けて調子が上がってきている選手として今日先発の鈴木武蔵選手の名前を挙げていました。体のキレがいいと評価していました。そうですか、まあ、練習を見ていても非常にポテンシャルが上がってきている鈴木武蔵、率いるのは小林勤監督、桐生第一。さあ桐生第一フリーキックのチャンス、11番の磯部亮太、チームキャプテンがボールをセットして左足でキーパーに巻いてくるようなボールだ。中に送る、ヘディング、クロスバーの上、19番の横堀のヘディングシュート。立て続けにリスタートからチャンスを作りました桐生第一。背番号19番、ここまではワントップという形で起用されていた横堀です。そしてこちらが11番のフリーキックを蹴ったチームキャプテンの磯部。さあもう一度鈴木武蔵、深夜のクリア、横堀のヘディング、キーパーが出ました。キーパーは川原雅之3年生です。山田さん、前橋育英高校サイドですが、はい、セットプレーで2本、今ピンチの場面が続いたんですが、うん、 ね、その時に初めて山田康介監督が立ち上がって、はい、リスタートだけとにかく集中していこうという話をしています。はい、まあ、戸角関根さん、こういった決勝の大舞台になりますと、はい、リスタート、そこから決まる確率、恨んでるか高いですからね。そうですね、緊張した、ゲームで入ってますけども、お互いスローイン、はい、フリーキック、コーナーキック、足が止まっている状態でスタートしますので、はい、お互いチャンスであったりピンチであったりとゲームが動く要素だと思います。前橋育英は勝てば6年連続の全国舞台です。一方桐生第一は初出場がかかっている今日のゲーム、応援席も試合前からヒートアップしている状況です。応援の様子も伝えてもらいましょう。応援リポートは福田由里子アナウンサーです。福田さん、お願いします。はい、試合開始のホイッスルと同時に大きな声援に包まれた応援席。まずは前橋育英高校です。シュートだ、どうだ、ポストはこぼれている、白石の左足、最後詰めていたのは富山でしょうか。前橋育英も大きなチャンスを迎えました。このシュート、斉藤のシュート、あ、ポストに当たりました。ここも関根さん、チャンスでしたね育英は。そうですね、難しいボールでしたけども、よく抑えてキーパーも反応してましたけども、はい、ポストでしたね。惜しいシュートでした。7番の斉藤のミドルシュートがありました。福田さん、続けてください。はい、先ほどのゴールチャンスに大きく沸いた育英高校の応援席、今年も部員や保護者、ダンス部などによる大応援団が結成されています。皆さんチームカラーの黄色と黒のメガホンを手に笑顔で声援を送っています。一方桐生第一高校の応援も盛り上がっています。青のチームカラーに身を包んだ応援団が大集合。30人ほどの部員たちが中心となって大きな声援を送り応援を引っ張っています。今年のテーマ、チームは一つの言葉通り、応援席も気合十分です。ヒートアップしている両校の応援スタンドです。さあ縦に出す、倒されたがファウルはありません。背番号10番の横山翔平、夢は日の丸を背負って、そしてワールドカップで活躍することですというふうに話していた前橋育英。その大所帯の前橋育英、部員は140名近くいます。138人です。まあ、その中でスターティングイレブンの11人に名を連ねる、まあ、関根さん、非常に難しいことですね。そうですね、はい、非常に層の厚いチーム、それから今年は特にですね、プリンスリーグ各種大会と、日程も過密になっております。はい、コンディションの調整だったり体のケアだったりと、非常に選手が気を使わなければならないと思っています。そうですね、まあ、そういう中で背番号10番を背負う育英の横山、来季は J2 ザスパ草津に入団が内定しています。横山は今大会ここまで4ゴール。鈴木武蔵、フラッグが上がっているが出身の篠藤さんがまだ気づかない状況です。鈴木武蔵が下げる、中央に行く、そのままプレーオンです。中盤で高森がボールを奪う、白石いいディフェンスだ。5番の古澤、
吉木、双子のお兄さん。ここも金田のボランチディフェンス。磯部が行く、渋沢、そして縦に非常に激しいディフェンス。前半の間もなく15分、間もなく関根さん15分になりますが、はい、ここまでどう見てますか試合は。そうですね、立ち上がり長いボール中心でしたけども、今のような中盤でのボールの奪い合い、守備から攻撃、攻撃から守備、非常にハイレベルの攻守の切り替えの早いゲームになってます。そうですね、はい、非常に攻守の切り替えが早い両チーム。白石が倒されました。背番号14番が白石、決勝トーナメント3試合連続ゴールの4ゴール、ドリブル突破からのチャンスメイクを得意としています。さあ前橋育英高校、背番号17番のディフェンダーラインから小川雄貴2年生が上がってきています。さあチャンスを迎えるか、深夜はディフェンスラインに入っている、その小川に向けたボールだ、クジライが出た。ゴールキーパー背番号12番のクジライ、桐生大地です。鈴木武蔵へのボール、深夜がヘディングしました。ゲームキャプテン、セカンドボールは桐生大地、フリーになっている、トラップしましたがオフサイドの判定です。いや今3人ほど残っていましたね関根さんね、桐生大地が、ね、はいはい、この一連の攻撃の前ですね、うん、今いいボール上がって少しオフサイドでしたかね、はい、まあ、後ろの選手、走り込んでいる選手が触ればというところでしたけども、その前のロングボールからのセカンドボールですね、はい、桐生大地非常に前を狙っていて、長いボールの後のセカンドボール、それを拾ってチャンスにつなげてますよね、はい、背番号6番の池田、小林文総監督はこの池田が一人キーマンになりそうだというふうに話していました。鈴木武蔵、クリアする育英、白石、非常に桐生大地が10分を過ぎたあたりから積極的に攻撃を仕掛けてきている状況です。スローインは桐生第一高校、5番の古澤義樹。桐生第一高校は部員数が51人です。深夜から前を向く斉藤、決勝で前橋育英は背番号9番の松井が怪我をしてこの決勝戦出られません。低いボールを送ろうとした、通りません。3番の深夜がクリア、攻守の要、ゲームキャプテン金田俊博、今大会決勝トーナメント1ゴール。キリチが左サイドで細かくつないでいく、1年生の広瀬がボールを奪いました。前橋育英縦に行く、渋沢のクリア、セカンドボールは行く、上ここにいるのが横堀、磯部からのボールは通りません。最終ライン前橋行く、上2番の山田優太から17番の小川、そして深夜が長いボールを蹴りますが鈴木はクリア。やはり関根さん、一つこのセカンドボールというのは重要になってきそうですね。そうですね、今この時間帯桐生大地が非常に狙って、セカンドボールを支配していますけども、はい、ちょっと前橋育英の中盤、つなぎあぐんでいる状態なので少し相手のラインの裏のサイドのスペースあたり、この辺をちょっと起点にして組み立てていけたらと思いますね、はい、そうですね、まあ、前橋育英とするとセカンドボールを拾って二次攻撃、三次攻撃を仕掛けたいところですが、現在セカンドボールは桐生大地が拾っている状況。鈴木武蔵がいく、 50m5 秒9、ペナルティーエリアに入ってくる、一度チャンスになるか、中に送ってキーパーが出る、川原が抑えました。鈴木武蔵からのチャンスを生みました桐生大地。14番の金田、簡単に縦に送る19番の横堀、運動量のある選手。深夜のクリアは桐生大地がボールを奪うか、白石が奪い返す育英。3番のゲームキャプテンの深夜、 FC 東京深川からこの前橋育英高校に入ってきました、3年生です。ここはゲームを落ち着かせたいという意図でしょうか。ゴールキーパーの川原、目
ゆっくりとここは時間をかけます。この時間帯は桐生第一の関根さん時間帯に入ってきましたね。そうですね、中盤のボールどちらか分からないボールが青に、渡っているような時間帯ですね。はい、スルーして横山もう一度もらいに行く。山田優太、横山、テクニックのある横山が中に入れてクリアした桐生第一。山田、白石、ファーサイドには富山が待っているか。前を向く横山、白石、チャンスになる、シュートまで持っていった白石のシュート。ボールキーパー鯨井、桐生第一。ここも鈴木武蔵へのボール、ヘディングで落として左サイド。2ゴールの池田、今大会2ゴールの池田、鈴木武蔵が行く。白石胸で落とす、高森、横山もう一度高森、まだ土偶へ抜けていく。横山中に行く、中に行く、一旦落とす、高森に合いません。どうでしょう関根さん、桐生第一のディフェンダーも非常に集中していますか。そうですね、非常に切り替えが早くいい準備をしてます。それから1人じゃなく2人目3人も連動して、いい距離感で守備をしてますよね。鈴木武蔵が落として、池田から鈴木にいいボールが通った、どうだ、最後はシュートでしょうか。横堀の前を抜けていくようなボールでした。いや、このパスが非常に良かったですね。そうですね、ゴールラインを割ってゴールキックに変わります。鈴木武蔵がワントップで右に左にこう縦横無尽に関根さん、はい、動いている状況ですけども、池江のディフェンダーの対応とするとどうでしょうか。そうですね、まずは武蔵選手、鈴木選手にボールを渡さない、はい、前を狙える守備をしたいところなんですけども、中盤の2列目の選手の、はい、桐生第一ですね、非常に狙いがはっきりしてますので、はい、ボールをもらうと鈴木選手を狙っている。さあ富山にボールが通った、富山切り返した、右足クジライを抑えた、斉藤決まった、ゴール最後は斉藤のゴール。ここは富山が抜け出しました。よくここは斉藤詰めていましたね。そうですね、富山君非常にスピードのある選手です。サイドバックの山田君からのボールでしょうか、長いボール1本、そこからシュート、これをこぼれて詰めると、カウンター攻撃ですよね。こういうゲームに、有効な攻撃だと思います。前半の23分にゲームが動きました。斉藤のゴールで前橋育英が先制。山田さん、はい、どうぞ。先制点が決まった育英の応援席、ゴールが決まった瞬間わっと歓声が上がりました。選手がフィールドから応援席に飛び込む場面も見られました。応援席からはありがとうという言葉がしきりに飛んでいます。今大会斉藤の初得点、初ゴールが生まれまして、前橋育英が先制点。さあ試合が動きました、群馬県大会の決勝。山田さん、はい、どうぞ。先ほど、先制点入りまして、ベンチで座るスタッフも総立ちだったんですが、そのすぐ後にですね、山田康介監督がこの後5分間とにかく集中しようということで、フィールドプレーヤーに指示を出しています。山田康介監督は中に送るが30年目、前橋育英を率いて30年目、逃げない折れない、そして負けない人間力をこの高校年代では育てたいと熱く語っています。山田さん、はい、どうぞ。1点ビハインドとなった桐生第一高校のベンチからはサブの選手がまだある、切り替えていこうと選手に声をかけていました。田野監督は一度集まって話し合えというふうに声をかけていました。
小林総監督も映りましたが、小林総監督はドイツで活躍する細貝、それから鹿島の青木、さらには大宮の青木ら日本代表クラスを小学生年代で育て上げた育成のスペシャリストの監督です。さあ縦に行く1年生の広瀬、広瀬から14番の白石、ファールがありました。イエローカードが19番の横堀に出されました。ここは14番の白石ですが、やはりテクニックがありますね、関根さん。そうですね、スピードがあるんですけども、相手に先手を取られた時のあの切り返しですね、高度なテクニックなんですけども、あれを止めるのがなかなか大変なんですよね。そうですね、はい、さあフリーキックのチャンスは14番の白石と10番の横山、小川と深夜がディフェンダーラインから前橋受け上がってきている。横山が白石に出すが、ここは読んでいました。4番の堂前、素早い対応でした。少しここはトリッキーなプレーを育英は見せてきました。人に勝つより自分に勝つというスローガンを持っている堂前です。藤来からのボールはこの鈴木武蔵にめがけて蹴っていきます。クリアする育英、小山、5番の古澤良樹、3番の渋沢も行くが中に上げる。横山スローインに変わります。1点が動きましたが、ビハインドの桐生大志とするとこのままのサッカーでいいんでしょうか。関根さん、どうでしょう。そうですね、前橋育英が1点取って、落ち着いてこうボールをサイドを起点にしてつないでますよね。この状況が育英のペースなので、はい、桐生第一はもう一度立ち上がりのように奪ったボールを早く鈴木選手に当て、はい、全体を早めに押し上げて波状攻撃と、少し長いボールを使って陣地を挽回したところです。やはりこの14番の金田あたりからいいボール、もしくは池田あたりから鈴木武蔵にいいボールが行った時にはビッグチャンスになります。桐生第一高校、山田さん、はい、どうぞ。桐生第一高校、1点を奪われると応援席一瞬静まり返りましたが、すぐにドンマイドンマイ、まだまだという声援が上がりました。応援席も決して諦めてはいません。すぐに点を取り返すんだと元気いっぱいの応援で選手を後押ししています。11番の横山が落として白石、切り返す、縦に送る横山、ボールをここは桐生第一が奪うか。両校の応援も控え部員、それから家族や仲間たちが大勢応援席に詰めかけています。中に送るがクリアしました。7番先制点を挙げた斉藤裕二、テクニックのある中盤アタッカーを務めている7番の斉藤裕二です。吉森まだ持っている、キリチ唯一の2年生の吉森、ああ奪いに行った。5番の古澤良樹、投げ上げる、14番の白石に当たりましてゴールライン終わりました。桐生第一がコーナーキックです。先ほどは立て続けに右左とコーナーキックがありましたが、3本目のコーナーキック、11番の磯部が左足で巻いてくるボールを蹴ってきます。一つここはリスタートは桐生第一は大きなチャンス。磯部はどこに蹴ってくるか、鈴木武蔵はファーサイド、中に入れる、渋沢、斉藤からスペースに11番の富山を走らせる。富山が中に行くか、縦に行くか、縦に行ったまで行く、中に折り返す、いい位置に14番の金田がいました。桐生第一、逆に今度は鈴木武蔵、桐生第一前を向いたぞ、深夜とのマッチアップ、もう一度鈴木武蔵、吉森、中に送ってファーサイド、
白石は縦に蹴ったがこのボールは桐生第一、セカンドボールは横山、鈴木美優、この裏を桐生第一高校は突きたい。袖がシュートだ、右足でシュートを放ってきました。栃木県のベルギー小山から桐生第一高校に入った磯部亮太、積極的にここは杉根線行きましたね。そうですね、あのハイボールを鈴木選手が吸って、そのこぼれ球非常にバランスよく狙ってますよね。金田君、それから磯部君、吉森君、中盤のセンターの3人ですね。横山が競ってその裏、桐生大地がクリアするが、もう一度行くへ、古澤義樹一人かわす、古澤義樹のスローイン、非常にポテンシャルも上がってきている10番の鈴木武蔵、落として鈴木だ、まだボールを持っているが、ここは激しいディフェンス、前橋育英、高森最終ラインに下げる、キーパーが出る、川原、ファールがありました。前半31分すでに経過しています。サイドバックの6番の山本豊、前半の立ち上がりから鈴木に大きなチャンスが何回かありました。しかし先制点は前橋育英、前半の23分に7番の斉藤が今大会初ゴール、決勝戦で貴重な1点を奪っています。渋沢、金田に下げる、桐生第一のスローインに変わります。山田さん、前橋育英高校サイドなんですが、はい、まあ、先ほどからゴール前で鈴木武蔵選手とセンターバックの選手が競るシーンが多いですよね、やはり山田監督もですね、その後のこぼれ球、非常に危険だということで、はい、ボランチの選手に対してカバーリングに行くように具体的な指示を飛ばしています、はい、そうですか、まあ、ですから関根さん、まあ、小川がついたり深夜が競ったりという、その後高森と広瀬のセカンドのどっち、奪い合いというか奪えるかどうかということですね、はい、そのゴール前の一番シュートもあるドリブルもあるそのスペースで相手にボールを前向きで奪われてしまうと、はい、非常に守る幅が広がって守りづらい状態になってしまいますよ ね、 ボランチが落としてスペースを埋めると必要なことですよね。前橋育英のボランチは背番号13番の高森と3年生と1年生の18番広瀬、さあスペースに鈴木武蔵、前を向く、深夜の対応どうするか、中に送る、池田、ここは潰される、ボランチの金田がボールを奪う、逆に育英が縦に行く、少しゲームが落ち着いてきました。前半の33分経過、第90回全国高校サッカー選手権群馬県大会の決勝です。11番の富山、インターハイの県予選4試合、そしてインターハイ全国で3試合連続ゴールを挙げている、シュートが、横山のシュートはキーパーの正面クジライ、小山がチャンスメイク、10番の横山が中央でのシュートでした。大きなチャンスですが育英追加点はなりません。白石が落として山田から、11番の富山2年生、ワントップ左利きの11番です。細かいところ横山からのパス、白石には通りません。キリチは逆にワイドに展開する。鈴木武蔵を走らせますが、山本豊の対応、ボールを奪い返した前橋育英、小川、
サイドからボールを奪う桐生第一。鈴木武蔵、吉森、ここはスライディングに入れました。ゲームキャプテンの深夜、中学時代は FC 東京深川で高円宮杯優勝経験があります。その時の決勝は国立の舞台、もう一度国立に行きたいと語っていた深夜です。桐生第一、磯部、非常に冷静なプレーヤー。笛が鳴って前橋ゆけのフリーキックに変わります。少しゲームが落ち着いてきました。群馬県大会の決勝です。前半の23分に前橋育英、7番斉藤のゴールが決まって1対0、育英が1点を先制しています。40分ハーフで行われている群馬県大会決勝戦、35分が経過しています。前半も残り5分を切ってきました。関根さん、残り5分切りましたが、はい、桐生第一とするとこのままで前半を終了したいという気持ちの方が強いんでしょうか。そうですね、追加点を取られないように、高い位置からボールを奪いに行って、しかしボランチの両選手がですね、高い位置でプレッシングをかけてますので、単純に奪ったボールを前橋育英が富山君を狙うと、そのスペースが空いて、7番の斉藤、ファーサイドゴールラインを越えました。残り時間、関根さん、少ないですが、やはり切り位置としても守備重視でいきながらも、やはり得点は前半のうちに入れたいですね。はい、いい形で前線で奪ってるんですけども、はい、それを奪い返された時の、育英高校のフォワードの選手が降りたスペースですね、やっぱり枚数が少し足らなくなっているような状況でフィニッシュまで行かれてますので、攻めながらの、守備の準備、はい、特にボランチの選手のバランスですね、そこを注意しながら、追加点を奪われないように、はい、で、長いボールから、セットプレーをもらえるような、攻撃を残りの時間やっていると思います。37分手元の時計で経過。山田優太が上がっていく。古澤義樹落として桐生第一、チャンスになるか。前橋育英、横山のシュート、キーパーの鯨井。シュートを放った10番の横山、先ほども大きなチャンスがありましたが決め切りませんでした。池田、あ、ここは桐生第一は池田、吉森あたりがポジションを変更しながら鈴木武蔵をサポートする形。古澤義樹から池田、もう一度古澤義樹がシュートチャンス、ポストの左、第一もビッグチャンスがありました。いや、惜しかったですね。そうですね、ボールに選手は行ってるんですけども、その次のカバーリングが薄くなったところ、そこをうまくファーストタッチで仕掛けてフィニッシュまで持っていくと、非常にいいプレーです。5番の古澤義樹、8番の古澤智樹は双子です。古澤義樹がお兄さん、弟は8番の智樹です。茨城県のウエストサイドから桐生第一に入ってきました。さあ、シャンスになるか。白石、中に行く、スイッチして高森、あ、このパスは通りません。手元の時計で前半38分を経過、まもなく39分。山田のクリア、白石、そして横山、ファウルがありました。山田さん、前半のアディショナルタイムはありません。前半のアディショナルタイム、いわゆるロスタイムは前半ありません。このまま1対0で前橋受けリードで前半を折り返すんでしょうか。桐生第一も決定的なチャンスを作ってはいますが、得点には結びついていません。堂前が上がってきた、右のアウトにかかってチャンスになるか。中に19番の横堀が上げました。折り返す、セカンドボールは桐生第一。磯部、鈴木武蔵がどうだ、その上ファールがありました。
常に激しい競り合いでした。手元の時計で前半40分経過、前半のアディショナルタイムはありません。まあ、キリッチは磯部がボールを持ったが、1年生の広瀬がボールをカット。高森、広瀬、右サイドバックの山本、山本が駆け上がっていく、一旦下げるか、ボランチの高森、左利きのプレーヤー白石のシュートだ。キーパーの鯨井が抑えています。ここで前半の40分が終了しました。第90回全国高校サッカー選手権群馬県大会決勝戦、前半終わって1対0、前橋育英が1点をリードしています。この放送は県営サッカー場からお送りしています。初の国立に燃える桐生第一、一方6年連続17回目の全国、前橋育英か。さあ、国立に向けた後半の40分が始まりました。両チームともにメンバーの交代はありません。リングで競る前橋育英、白石つなぐ、11番の富山、左利きのレフティの選手、インターハイの県予選の4試合、そして全国でベスト8に入りましたが、3試合、7連続試合でゴールを奪っています富山。夏にブレイクした男、おっと、横山のシュート。直接ここは狙ってきました、10番の横山。後ろから来るような簡単なボールではありませんけれども、横山のシュート、ショートコーナーだ。斉藤、前向くか、ヒールで落とす、白石、白石シュートを狙っていった、インターセプトする。セカンドボールはどっちだ、前橋池が拾う。18番1年生、柏レイソルジュニアから前橋育英に入った、シュートだ、こぼれた。斉藤はシュートできない。1年生広瀬のインターセプトから最後は斉藤が落として横山のシュート。後半の立ち上がり、関根さん、育英が積極的に攻撃に来てますね。そうですね、立ち上がりからシュートを立て続けに打ってます。横山君、10番選手が非常に隙がなく鋭く狙ってますよね。激しいボールの競り合い、まだ行く、山本、山本がボールを持つ、コーナーキックに変わります。前半の立ち上がり間もなく、失礼しました、後半の立ち上がり間もなく2分、前半は1対0、前橋育英が1点をリード。この後半スタート、育英が非常に攻撃を分厚く仕掛けてくる。横山、まだボールを持って倒されてファウルがありました。さあ、 PK になるでしょうか。横山が倒されました。今のシーンですが、ここですね、背番号8番古澤智樹にイエローカードが出されました。双子の兄弟、古澤兄弟の弟です。献身的な守備でハードワークが持ち味。ここはたまらず横山を倒してしまいました。蹴るのはゲームキャプテン3番の深夜、守るキーパー鯨井、東南南熊谷市出身、なかなか小中ではゲームには出られませんでした。しかし努力で勝ち取ったこの決勝の舞台、鯨井。深夜がゆっくりスタート、決まった、追加点、前橋育英、後半の4分、国立にぐっと
手繰り寄せるようなゴールになりました。3番ゲームキャプテンの深夜の PK が決まりました。2対0となりました。群馬県大会の決勝、斉藤スルーして向こう側前橋育英、後半の立ち上がりの4分です。前橋育英 PK を決めて追加点2対0、白石倒されました。やはり関根さん、この左サイドの白石のところには非常にプレッシャーが桐生第一も厳しくきてますね。そうですね、今大会非常に全試合、得点にも絡んでますし、サイドの突破、全国でも通用するような、はい、鋭いプレーですよね。背番号14番は8月に前橋育英高校の OB 松本山根 FC の松田直樹さんが背負った背番号14番、同じ14番を今年背負った白石は中途半端なプレーはできません、松田さんのように誇りを持って戦いたいというふうに語っていました。14番の白石、セカンドボールは桐生大地が拾って前線に渋沢のクリア。7番の吉森、古澤智樹がこの位置まで上がってきている。縦に行くぞ、1年生の広瀬、柏レイソルジュニアからのプレイヤー、先制点の斉藤、少しルーズの中、鈴木が前線プレッシングに行く。さあ白石、縦を向く、前を向いた小山がこの位置、中央には10番の横山、白石がシュート体勢に入ってシュート、クロスバー大きく超えてきました。ドリブルでの突破、そしてチャンスメイクが得意の14番の白石。松田直樹さん、14番を引き継ぐこの3年生の白石です。山田さん、はい、どうぞ。桐生第一高校ベンチサイド動きがあるようです。2番の宮崎陽選手が呼ばれて準備しています。この後に桐生第一高校は最初のカードを切ってきます。2番のディフェンダー登録の宮崎がピッチにこの後出てきそうです。山田さん、はい、どうぞ。2点目が決まると育英の応援席、黄色と黒のメガホンや応援旗が大きく揺れました。選手たちが応援席に走ってきて、応援団の皆さんとハイタッチをして戻っていきました。一体感が一層強まっています。2点をリードしている前橋育英高校。さあ横山が前を向く、どこに出すか。5番の古澤よしき、桐生第一高校の選手交代ですが、はい、7番ミッドフィルダーの吉森恭平選手に代わって入ります。長いボールを送る、前線の一人吉森に代えて、ディフェンダー登録の宮崎をこの後投入する桐生第一高校。白石切り返す、中に送る、このパスは磯部のクリア、鈴木武蔵、吉森インターセプト、深夜、さあ前を向いた鈴木武蔵、中に送る、ここは1年生の広瀬がいいカバーリング。最終ラインの小川、2年生です。キャプテンの深夜、ベンチにはゲームキャプテン深夜、チームキャプテンの大平が前橋育英います。非常に選手層の厚い前橋育英高校。山本、なかなか宮崎は後手のチャンスが来ません。斉藤が中に行く、横山、斉藤、もう一度横山、外を回るか、白石が使う、もう一度横山だ、非常に細かいプレー。さあ桐生第一チャンスになるか、池田からのボール、5番の古澤よしき、古澤よしきが縦に行く、まだボールを持つ、
ここでファールがありました。あ、イエローカードがここで背番号10番の横山に出されたでしょうか。前橋育英高校、その一つ前のプレーに対するイエローカードのようです。ここで7番の吉森に代えて2番の宮崎を切る第一はピッチに送りました。さあ少しディフェンダーラインも含めてシステムの変更があるんでしょうか。さあ桐生第一大きなチャンス、ニアサイド山本のクリア、コーナーキックです。山田さん、前橋育英高校山田康介監督なんですけれども、はい、まあ、前半終わった段階では、まあ、ピンチもあったんだけれどもピンチの後に先制点を入れられたのが非常に大きかったなと話しました。で後半に向けてはもう少し大胆にやれば本来のリズムが出るんじゃないかという話もしてましたね。その後の追加点でした。大胆にということですね。さあ桐生第一のコーナーキック、磯部の左足低いボールになった、こぼれている鈴木武蔵、武蔵がボールをキープして2人に囲まれてゴールキックに変わりました。山田さん、はい、どうぞ。ハーフタイムの表示を桐生第一高校ですが、小林勉総監督から前半流れは悪くないと話がありました。後半にかけて自分たちが前がかりになる時間が増えてくるので注意するようにと指導陣から声がかかっていました。はい、19歳からの指導歴を持つ小林勉総監督です。輩出した小学生年代で輩出した J リーガー枚挙にいとまがありません。育成年代のスペシャリスト。横堀、鈴木武蔵を使うが手前のタッチ終わりました。金田がボールを持ってそのままシュートだ。14番の金田、夏には足首の靭帯を部分断裂しました。これが2度目の断裂ということになりました。およそ2ヶ月間サッカーができませんでした。非常に不安はあったがなんとかこの選手権間に合ってくれたと金田は話してくれました。山田さん、はい、どうぞ。その金田選手なんですけれどもお父さんも応援に来ています。はい、お話を聞きました。金田選手準々決勝の際鼻を負傷してしまい少し心配だったと話していましたけれども元気な様子だったということです。お父さんは息子を信じている、全国に必ず行ってくれるはずだと話してくれました。今も応援席から温かい眼差しで見守るようにエールを送っています。金田はこの選手権をとてつもなく大切な大会と捉えています。一つプロへの通過点、強い気持ちを持って語ってくれました。攻守の要、そしてゲームキャプテン、まあ、こういった中でこの金田を起点としてこの後2点ビハインド桐生第一はどう攻撃を仕掛けてくるのか。さあ富山から7番の斉藤、まだボールをゆっくりと回しています。前橋育英、あ、ここは息が合いませんでした。関根さん、桐生第一とすると2点ビハインドで後半10間もなく3分、はい、どういった攻撃をこう仕掛けていけばいいんでしょうか。そうですね、先ほどの選手交代でちょっとポジションが変わってですね、はい、前半サイドに行った6番池田君が、はい、トップ下、はい、まあ、2トップ気味なんでしょうか、うん、足の速い選手、そうですね、2枚を前に上げましたね、はい、やはりもうここ守っても、決勝戦しょうがないので、点を取るぞっていう形で布陣をちょっといじってきました ね、 そうですね。2番の宮崎は右サイドバックに入っています。横山、はい、オフサイドポジションから11番の富山を経由しないで左サイド前に行く、白石ゾーンに入った。ここは3番の渋沢のディフェンスだ。桐生第一高校、やや両チーム最終ラインから最終ラインまでが間延びしてきました。19番の横堀、カットインしてシュート。横堀のシュートはキーパーの正面です。ゴールキーパー前橋育英は3年生の川原正幸、
コーチングが持ち味のゴールキーパーです。一方桐生第一のゴールキーパーは12番のクジライ。親への感謝の気持ちを持ってこの決勝戦臨みたいと語ってくれています。さあ後半も間もなく14分、必ず国立に行きたいと鈴木武蔵は話していました。 J1 アルビレックス新潟入団が来季内定しています。さあここはリスタートからチャンスを迎える桐生第一。ああここは前橋池のボールに変わりました。後半まもなく15分が経とうという群馬県大会の決勝。前半の23分に前橋育英7番の斉藤、そして後半の立ち上がり4分、横山倒されて PK を深夜決めて2対0追加点、2点リード前橋育英高校。4番の堂前、高さとロングフィードを兼ね備えたディフェンダーです。第一は関根さん、まあ、早い時間帯でまずは1点ですね。そうですね、まだ時間十分ありますし、はい、前橋育英にとっても2点差はセーフティーではありません ね、 うん、そうですね。1点取られれば、はい、広瀬だ、キーパーが出る、クジライ セカンドボールは白石が倒されました。フリーキック、まあ、時間帯もまだありますからね。そうですね、はい、1点先にどちらが取るかで大きく流れが変わってきます。はい、タイで桐生第一が1点を入れれば1点差となります。この2点リード、追いついた1点入れた桐生第一に取りますと、非常に逆にビッグチャンスが生まれる点差、2対0です。中に送れ、深夜の裏、シュートはできるか、混戦になったる、小川のシュートでしたがキーパー最後クリアしました。桐生第一、落ち着いている1年生の18番ボランチの広瀬、小川から縦にくさびを入れて反転する、富山のシュート、左足のシュート体勢に持っていく形を持っている富山、強引にここは行きました。今大会2ゴールを挙げている2年生です。から2番の山田優太、ここに白石が奪われる、笛が鳴る、カードが出るか、14番の白石、主審の篠藤さんが左手にイエローカードを今出しました。白石にイエローカードが出されました。前橋育英高校、前半には桐生大地が横堀、そして横山に後半イエローカードが出されています。そして白石、この試合3枚目、両チーム通じて3枚目のイエローカード。14番の金田、右足で直接狙ってくるか、直接だ、クロスバー、クリアした深夜、中に折り返す、流れている鈴木美咲、左足で中に上げる、これもクリアする。6番の山本、桐生第一はここは波状攻撃、2時3時攻撃を仕掛けていきたい。マイナスのボール、クリアした高森、堂前、前線からのプレッシャー、桐生大地も関根さん、チャンスはあるんですがね。そうですね、前半のコーナーキック、それから今の金田君のフリーキック、はい、セットプレー、いろんなキックがありますので、チャンスになりますよね。
前半の23分にここまで3試合無失点だった桐生、シュートになる横山。無失点だった桐生第一に対して初めてゴールを奪った前橋育英、背番号7番の斉藤。先ほどの切り位置の金田のフリーキック、クロスバーに当たってキーパーに当たりました。広瀬のクリア、背番号14番の白石。鈴木武蔵が倒されました。早いリスタート兼ねた、スーパスを通す、キーパーの川原が出ました。前線に池田を上げて桐生第一は得点チャンスを伺います。金田のファウルでした。40分ハーフの決勝戦です。後半20分経過、残りは20分。2点リード前橋育英、39歳の田野監督と二人三脚で桐生第一を作り上げてきました小林総監督。5番の古澤義樹、フラッグが上がりました。山田さん、前橋育英高校サイドですけれども、はい、なかなかこの本来のパスワークが出ていない前橋育英高校なんですけれども、持ちすぎてボールを奪われているということで10番の横山選手と14番の白石選手にもっと人を使おうという指示が送られています。なるほど、今週の金曜日の練習でもなかなかそのあたりがうまくいかず、山田監督も叱咤激励をしていました。そういう中でもう少しやはり関根さん、はい、叩くところは簡単に叩くということでしょうか。そうですね、立ち上がりこそ横山君がドリブルで仕掛けてシュートで、ハーフタイムの指示にあったように大胆にっていうのが、通用したんですけども、こう低い位置でファールをしてしまったり、持ちすぎてファールのボールを失ってしまったり、そういった意味ではこの時間こそサイドでゆったりとボールをつないで相手を消耗させる、ボールのパスを減らして動かすということも大事かと思います。まあ、今のこの辺りは非常にボールポゼッションという形でうまくボールを回しています。山田監督はポゼッションはあくまでも攻撃のリズムを作る手段であるというふうに語っています。そこからどう点を取っていくか、どうフィニッシュに持っていくかが重要だというふうに語っています。4番の堂前のクリア、後半22分経過、ショートコーナー斉藤から白石、中に送るヘディング、ここはジャストミートしませんでした。小川からのパスですが桐生第一がクリア。さあ鈴木武蔵、セカンドボール拾ったのは桐生第一。奪い返した磯部、前を向く、ファールありません。山田さん、はい、どうぞ。桐生第一高校ベンチからポジションの変更の声がかかっています。古澤義樹選手にボランチに入るようにと指導者から声がかかっています。背番号5番の双子のお兄さん古澤義樹が少し前に上がるというような指示です。その代わりに金田君が高い位置出てますよね。そうですね、点を取りに動いてますよね。入った2番の宮崎が縦に行きましたがタッチライン終わりました。背番号14番の金田、その金田から10番の鈴木武蔵へのボールはあるのか。
後半も23分を経過している。2対0と前橋育英が2点をリード。鈴木武蔵前を向く。高森がボールを奪う。さあ逆にボールを奪った桐生第一。金田、鈴木武蔵にはボールですが取りません。一つ形を桐生第一は作ろうとしましたが、前橋育英この時間帯は無理にあまり前に行かずにポジションでボールを回しています。前橋育英高校縦にボールを出しました。7番の斉藤を始めました。ボランチの3年生の高森翔太、ヘディングでクリアする深夜。白石から2年生の富山、左に上がっていった2番の山田、中に送るが通りません。ボランチの広瀬、右サイドの6番の山本を使う。横山翔平ファーサイド、キーパーが出る。クジライ、さあここからキリチは早い攻撃を仕掛けるか。縦に行く、このボールは取りません。小山を落として斉藤、中に上げるか、左で起点をもう一度作る。後半25分経過、まもなく26分。桐生第一高校は学校から離れた桐生大学にグラウンドがあります。人工芝のグラウンドができて5年目になりました桐生第一高校。その切り打ちは2点ビハインド。金田、ただボールをキープ、横山がボールを奪い返す。ファールありません。2番の宮崎、鈴木武蔵にボールが通る。育英もここは激しいディフェンス。立ち上がる、前を向く、中に上がればチャンス。宮崎、もう一度鈴木に笛が鳴りました。倒したのは14番の白石です。あ、これで白石はイエローカード2枚で退場になります。白石が退場、このシーンです。これで育英は1人少なくなります。10人でこの後残り時間およそ12分を行かなければいけない前橋育英。あ、今のは少しもったいないですね。そうですね、ボールを出した後の選手に遅れてタックルを入れてしまったという形ですね。山田さん、前橋育英高校サイドは非常に慌ただしくなりまして、背番号5番のリ・ジョーンス選手が今呼ばれました。リ・ジョーンスですね。中に上げる、育英がクリアした。縦に送る、一気にチャンスになるか。育英、小山、逆に上返した桐生第一。池田、スピードがあるぞ。金谷、右足のシュート、枠を捉えられません。
山田さん、はい、どうぞ。桐生第一のベンチサイドですが、フォーメーションは変えないがチャンスの時には後ろから出ていくようにと指示が出ていました。もうこれは関根さん、やはり点をどうしても取らなければいけないということですね。そうですよね、2点差ですから、逃げ切り早い時間帯に1点取って、はい、自分たちの流れに持ってくる、相手は時間があるということで、はい、まあ、守備をなんとか守り抜こうという気持ちから、そういう試合の展開に持っていきたいというところですよね。はい、さあこの後前橋育英は選手の交代がどうやらあるようです。5番のリ・ジョンスがすでにユニフォーム着替えています。育英は1人少ない状態、 10人です。14番の白石がイエローカード2枚、会場で10人になっています。前橋育英、山田さん、はい、どうぞ。どうやら変わるのは背番号7番、先制点を挙げました斉藤裕二選手というようです。そして斉藤に変えてリ・ジョンスをこの後投入する前橋育英。さあボールを奪った桐生第一、左から上がっていく、横堀は中に上げるチャンスになる、リング決まった、桐生第一1点、1点を返した。今大会3ゴール目、6番の池田、6番の池田のヘディングシュートが決めました桐生第一高校。さあこれで1点差、まだ分かりません。前橋育英は背番号5番、いずれも今大会途中出場のリ・ジョンスを入れてきました。いや関根さん、これで本当に分からなくなりましたね、はい、残り10分切りました。そうですね、10分あります、はい、前橋育英は10人、今ボランチに5番のリー選手が入った感じです ね、はい、そうですね。先ほどのプレーも左サイド白石君が抜けたところ、はい、クロスに対して左サイドバックの選手が2人を捕まえなきゃならないということで、はい、ちょっとルーズになっていた池田君、難しいボールでしたけども、見事に決めましたね、はい、オフサイドです。山田さん、はい、どうぞ。先ほど桐生第一高校、15番のミッドフィルダー伊藤和樹選手が呼ばれたんですが、はい、得点が入ったために少し待っている、スタンバイしている状態です。そうですか。さあ1点差桐生第一。山田さん、はい、どうぞ。得点が入った桐生第一の応援席、皆さん抱き合って喜んでいます。もう1点もう1点というコールも飛んでいます。応援席も一緒になって、まだまだ攻め続けていくという熱気であふれています。はい、まあ、本当に関根さん、2対1、1点を返した方が、はい、がぜんこう積極的になっていくというのがサッカーですね。そうですね、このスポーツの一番面白いところです。1点でゲームの流れが大きく変わってくる、はい、さらに10人になってしまったということで、気持ち的にもそうですね、ゆとりがなくなってきますよね。どうやって戦っていくか、はい、選手の気持ちの強さを見たいところですね。ボランチにリ・ジョンスを入れて、少し1年生の広瀬を前目にしたでしょうか。前橋育英、横山、横堀がボールを奪う。決勝戦での対戦は3度目になります。いずれも桐市がこの決勝の舞台、対戦相手は前橋育英、2度涙を飲んできている桐生第一高校。最初の対戦は4対2、去年は3対0で育英に涙を飲んでいます桐生第一高校。山田さん、はい、どうぞ。桐生第一高校選手交代です。19番フォワード横堀雅也選手に代わって、15番ミッドフィルダーの伊藤和樹選手が入ります。この後に15番の伊藤が投入されます。背番号19の横堀に変えて伊藤和樹を投入します。準決勝では先発出場のプレーヤー、スピードのあるレフティーです。前橋育英のディフェンダー、ゲームキャプテンの新谷とは中学時代 FC 東京深川で一緒にプレーしていました。その伊藤が競る、
後半33分経過。逆にこれ育英とすると関根さん、はい、どんなことが必要になってきますか。そうですね、フォワード富山君1人残して、横山君が右に、左に広瀬君、そうですね、あの時間もありませんので桐生第一、今入れた15番の、はい、左利き伊藤君、おそらくスピード突破からのクロスが、持ち味だと思います、その辺のサイドの前後の守備の距離ですね、はい、横山君それと広瀬君、ここが前に前にと言ってしまうと、クロスの上げる選手に対するプレッシングがかかりませんので、はい、その辺の前後のバランスを考えた中での守備ですね、あとはあの前のスペースサイドのスペースで時間をかけて、無理をせずにということも考えなきゃならないですよね。そうですね、残り時間を前橋育也どう考え、桐生第一はどう攻撃を仕掛けていくか。長いボールを前線に鈴木武蔵を走らせる、深夜のクリア、セカンドボールは前橋育英。横山、ここはコーナーをめがけてドリブルだ。笛が鳴りました。決してどうですか関根さん、育英は守りに入ってはいけないということでいいんでしょうか。そうですね、下がってボールの出どころにプレスがかからないとなると、いいボールが入ってきてしまいます、はい、前に張っているのは10番の鈴木武蔵君と、フリーでいいボールを上げさせてしまうと、非常に怖くなってきますよね。鈴木からのヘディング、こぼれ球、深夜のクリア。さあ桐生第一は急ぎたい、その中でも確実に点を奪っていきたい。11番、俊足の11番の富山、自分の形に持っていくか。切り返してサポートは行くや、ほとんどここは行きません。1人少ない10人の前橋育英。山田さん、はい、どうぞ。桐生第一高校のベンチからはチームキャプテンの磯部選手にボールを受けてどんどん広げてゲームを作れと指示が出ています。はい、山田さん、一方の前橋育英高校サイドなんですが、はい、まあ、鈴木武蔵選手への当てるようなロングボールですね、ここ起点となるのは6番の池田選手ということで、そのマークを怠ってはいけないと山田監督も声をしきりに上げています。そうですか、1点を入れた6番の池田からのボール、鈴木武蔵へのボールを、まあ、そこを立っていこうという、そういったシーンです。前橋育英高校左サイド、古澤智樹、伊藤、中に折り返すが育英のクリア。36分経過、ペナルティーエリアに入れるか。代わって入った伊藤、激しいコアディフェンスだ前橋育英。チャンスになる、金田、36分、2番の宮崎、もう最後よく諦めて詰めてきましたね。チャンスメイク、左サイドから金田の折り返し、インサイドで確実に決めてきました桐生第一、2対2の同点。山田さん、はい、どうぞ。同点ゴールが決まるとベンチからみんなが出てきて喜びを分かち合いました。ただすぐに切り替えろという声も上がっていました、はい、試合が80分、40分ハーフで行われていますが、決着つかない場合は20分、10分ハーフの延長戦になります。38分を経過。山田さん、はい、どうぞ。桐生第一の応援席、点が決まると応援団の皆さん気持ちが抑えられないといった様子でどっと前の方に飛び出してきました。皆さん勝利を信じています。桐生第一、2対2の同点に追いついた。
長いボール、池谷クリア。前橋育英は白石が退場して1人少ない状況、攻撃の核となる選手がいません。10人、はい、どうぞ。山田さん、その前橋育英高校は1年生の25番のフォワード小口選手がユニフォームに着替えています。この後投入があるんでしょうか。中に入れる鈴木武蔵の上、クリアした育英。横山、高森、ドラップして富山、左へ上がってくる2番の山田優太。しかしここは切り手の6番の池田がいいディフェンス、中に送る。堂前のヘディングのクリア、横山が行ってファールになりました。いい位置のフリーキックのチャンス、前橋育英。数的優位の前橋育英ですが、このリスタートは杉根さん、はい、その数は関係ありませんからね。そうですね、ここはチャンスです、はい、桐生大地も全員が戻ってきています。手元の時計で39分経過、まもなく40分。桐生大地は全員戻ってきている。10番の横山か、それともゲームキャプテンの3番新谷か。篠藤さんの笛が鳴りました。もうほとんど時間はないでしょう。横山、大きく枠を外れてきました。山田さん、前橋育英高校は背番号18番のミッドフィルダー広瀬選手との交代です。小口選手です。ここで背番号25番、小口大二が投入されました。そのまま広瀬と同じようなポジションに行くんでしょうか。山田さん、今途中で入った小口選手なんですが、まあ、そのベンチサイドでですね、今日出場ができない9番の松井誠也選手が、はい、絶対に点を取ってこいと言って選手を送り出しています。そうですか。1年生の小口にその気持ちを託しました。怪我で出場できない9番の松井、その小口が縦に行く。まあ、1年生とは関根さん思えないようなフィジカルの強さを持っている小口ですね。そうですね、非常にスピードのある、はい、相手のディフェンスのボールですね、はい、それを突っかけてシュートまで持っていく、非常に馬力のある選手ですね。山田さん、アディショナルタイムは3分です。後半アディショナルタイム3分あります。手元の時計で41分経過、まもなく42分。2対2の同点、桐生第一が追いつきました。後半の37分、前橋育英の6年連続の国立のカウントダウンが始まろうかというところ、桐生第一の同点弾でした。鈴木武蔵、代わって入った伊藤が低いボールクリアする。深夜、チャンスになる。こぼれている、金田、もう一度、最後は5番の古澤芳樹のシュート。残り時間はほとんどないでしょう。群馬県大会の決勝、選手権は憧れの場所と語っている5番の古澤芳樹。双子の弟と一緒に茨城のウエストサイドから桐生第一高校に入ってきました。3年生ラストイヤー。前線に送る、富山に通す。ゴールキーパー久次来、武蔵がセル、リジョンスのクリア、小口。さあ、この時間も桐生第一が終盤にかけて前橋育英陣内に入ってきている。ここで後半の40分終了しました。
前半1対0前橋育英1点リード。後半の立ち上がりに育英が PK で追加点。しかし後半の終盤に入って30分に桐生第一が池田、そして残り時間少ないところ37分には2番の宮崎のゴールで桐生第一が同点に追いついています。これから延長戦に入ります。10分ハーフ20分の延長戦です。同点ゴールを決めた2番の宮崎陽、80分決着つかず。ではこの試合ハイライトで少し振り返っていきましょう。まず桐生第一がこの決勝戦鈴木武蔵をワントップにして先発をで起用してきました。その鈴木をまず使うようなシーンでしたが、最後は19番の横堀のシュート。続く桐生第一ヘディングシュートはクロスバーの上。立ち上がりやはり桐生第一が関根さん非常に積極的にいってましたね。そうですね、中盤のプレスから高い位置でボールを奪ってフィニッシュ。セットプレーも多かったですね。はい、育英も斉藤のミドルシュートがあってチャンスはあったんですが、ここも決めきれず。最後は富山が詰めていました。そして先制点のシーン、切り返して富山のシュート、こぼれ球を7番の斉藤のシュート。前橋育英が前半の23分に先制点。今大会初ゴール斉藤、そして桐生第一も積極的にシュートを放ってきます。前半は1対0前橋育英リードで後半に突入。両チームともにメンバーの交代なく後半がスタートしました。最初に横山のシュート。後半の立ち上がり、そしてその横山がペナルティエリア内で倒されて PK を前橋育英は獲得します。この PK をゲームキャプテンの深夜、左隅に冷静に決めて2対0池江が追加点。池江のペース、主導権は変わらずという形で後半の立ち上がりを迎えました。金田のフリーキックはクロスバー。いや、このシーンも関根さん惜しいシュートでしたね。やっぱりね。そうですね、14番金田君、プレスキック右足、素晴らしいキックですよね。そして桐生第一は白石がこのイエローカード2枚で退場処分。白石が退場して数的不利になりました前橋育英。ここから桐市が一気に攻勢を仕掛けています。後半の30分には6番の池田のヘディングシュート。小林智監督もこの6番の池田をキーマンに挙げていました。これで1点差。さらに37分、金田が左からのボールを2番の宮崎がよく詰めていました。これで2対2の同点。37分に桐生第一が同点に追いついて延長戦です。さあ関根さん、ここからは気力と気力どちらが国立に行きたいか、そういった気持ちのぶつかり合いになりそうですね。そうですね、ここまで戦ってきて、非常に疲れも溜まってきているところだと思います。気持ちの勝負になります。そして前橋育英はご覧のように10人です。1人少ない状況。一方桐生第一、鈴木武蔵を核にして前半からチャンスを作り続けています。
さあ延長の前半が始まります。今前半延長の前半のスタートです。金田が前線に送る。10分ハーフの20分で延長は行われます。リ・ジョンス、小山に縦にくさびが入る。高森大きくチェンジサイド、小山が縦に行くかどうするか。まだ持っている、奪われた。14番の金田、桐生大地どこを見ているか。金田から15番スピードの伊藤だ。後半から入った伊藤、深夜のクリア。15番の伊藤、準決勝では先発出場でした。クリアした深夜とは中学時代 FC 東京深川で全国優勝の経験があります。高円宮杯、もう一度両選手ともに国立のピッチに立ちたい、そう思ってこの決勝戦を臨んでいます。さあ桐生大地はコーナーキックのチャンス。11番の磯部、鈴木武蔵、堂前がディフェンスから上がってきている。4番の堂前が中央だ。鈴木武蔵はファーサイド、飛び越して金田のシュートだ。ゴールキーパーの川原。山田さん、はい、どうぞ。数的優位に立っている桐生サイド、攻撃から守備の切り替えだけは注意するようにと指示が出ていました。円陣を組んで選手たちは全国に行くぞと気持ちを高めてピッチに入りました。さあ武蔵にボールが通るか。深夜、鈴木武蔵ボールキープ。フォローはどうだ。後ろに伊藤がいる。その伊藤を使う。その後ろには磯部、中央には金田がいるが、そのファーサイド上を行く。延長前半は桐生大地のペース。池田からボール、鈴木武蔵が飛び込んだ。気持ちで向かっていきました鈴木武蔵。体ごとここは飛び込んでいきました。必ず国立に行く、そう強く語ってくれました鈴木武蔵。6番のチャンスメイクは池田から。池田は選手権は小さい頃からの私の夢というふうに語っていました。夢は大きく全国制覇ですと語っている池田。さあこの桐生大地がボールを奪う。小川、鈴木武蔵が行く、ボールを奪う。一旦下げる。フリーになる。磯部のシュート。11番の磯部のシュート、中央からスッと入ってきた磯部。精神的な支柱です。学校の近くに、グランドの近くにある寮、グリーンフレンドリードミトリー、その寮長を務めるこの11番の磯部です。ヴェルディ小山から高い志を持って桐生第一に入ってきました。選手権はあくまでも通過点と語っている11番の磯部。堂前のヘディング。さあ関根さん、この延長の前半も桐生第一がかなり押せ押せできてますね。そうですね、2点ビハインドから追いついたと、さらに1点有利な、はい、リードということで、前に上がったキャプテンマークの金田君が、はい、素晴らしい攻撃に関わってますよね。彼にボールが入った時にビッグチャンスになってます。そして右サイドは池田、落として5番の古澤芳樹、伊藤のシュート、クリアする。なかなか前橋育英はボールを奪って前線にパスが出ません。中に上げるキーパーの川原。クリアする桐生第一。小口がスライディング。2対2の同点。
さあチャンスになる桐生第一、伊藤のシュート、磯部、もう一度伊藤、チャンスメイクの金田、もう一度金田、が中に鈴木武蔵、やはり数的不利の行方はなかなか関根さんボールがつながりませんね。そうですね、前線にフィードしたところで2列目の押し上げが遅れてしまう、今ちょっと富山君、小口君のポジションを入れ替えているようですね。あ、そうですか、はい、小口をワントップという形か、富山を少し左サイドにしたか。前橋育英はここまでリ・ジョンス、小口を入れています。2人の選手交代、一方の桐生第一は宮崎、伊藤和樹を入れています。まだそれぞれ2人の選手交代ができる両チーム。リ・ジョンス、高森、左サイド富山、富山が縦に行く、まあ、ファールがありました。フリーキックのチャンスは前橋育英、まあ、育英とするとイエローカードが出されました。3番の渋沢へのイエローカード、まあ、こういったフリーキックリスタートは育英はもちろん大切にしていきたいですね。そうですね、左利きの、ワントップだった富山君が左に出て、はい、外側の足でボールをキープ、相手はたまらずに足を引っ掛けてくる、こういうセットプレーのチャンス、育英は大事に臨みたいところですので、ね、17番の野沢、そして深夜曲がってきてるか、深夜のフリーキックだ、少し中途半端なボールになった鈴木、縦に行くぞ、2番の宮崎に当たってタッチラインもありました。山田さん、前橋育英高校選手交代がありそうです。背番号20番フォワードの2年生三橋選手が呼ばれています。この後に三橋を投入するか、3人目の選手交代になります。前橋育英、なかなか関根さん、はい、1人少ない状況の中での選手交代、これも難しさありますね。そうですね、まだ時間も十分ありますので、うん、はい、フリーキックは桐生第一、11番の磯部に倒されてファールがありました。さあここも桐生第一のチャンス、延長前半8分経過、ここはフォワードに入っていた小口も壁に入って戻ります。育英は全員戻る形、三度育英のゴールネットが揺れるのか、堂前スルーして磯部、ファーサイド池田、チャンスになる、キーパーこぼれて決まった、14番ゲームキャプテンの金田、今大会2得点目、国立をぐーっと手繰り寄せる桐生第一、ここで3点目、勝ち越しに成功。桐生第一、初出場に大きく前進した。キーパーもよく止めたんですが、もう一度押し込んだ14番の金田、今大会2得点目、貴重な3点目になりました。川原のクリア、
ここまで3試合無失点だった育英のゴールマウス。桐生大地は3点を決勝で奪ったチャンスになる。オフサイドはオフサイド、フラッグが上がりました。山田さん、はい、どうぞ。桐生第一の応援席、ゴールが決まると手に持つメガホンが大きく鳴らされ大歓声に包まれました。皆さんからは絶対に行けるぞという声があふれ、皆さん本当に顔いっぱいの笑顔です。ここで延長の前半が終了しました。延長前半9分に14番の金田のゴールで桐生第一が3点目、初めてリードをこの試合奪いました。6連覇の前橋育英か、それでも初出場、初の国立に燃える桐生第一、それぞれの思いが交錯する延長の残り10分になるでしょう。放送席、山田さん、はい、どうぞ。背番号10番の横山選手がアウトですね。ここで20番の三橋を投入しました。三橋周平2年生、前を向いた時のドリブルは必見です。スルーパス、チャンスメイクもできるプレイヤーです。大きな怪我から戻ってきました。6月には左足の脛骨を骨折し手術しました。復活した20番の2年生三橋をこれ投入した前橋育英高校。さあ後半、延長の後半10分のスタート。今年で90回目を迎える全国高校サッカー選手権、群馬の歴史に新たな1ページを桐生第一が刻むのか。堂前のクリア、山田優太前線に少しルーズになった、クジライが抑えました。時代とこの高森は中学校時代は同じ熊谷市埼玉でプレーしていました。鈴木武蔵ダイレクトがドリブルでいく、切り返す切り返す切り返す、今度はキーパーの川原、前橋育英ビッグチャンスでした。池田が長い距離を走る、は右のコーナーフラッグ係でボールをキープします。跳ねた、まだ池田ボールをキープ、ゴールキックに変わります。さあ前橋池田急ぎたい、途中出場の5番リージョンス、そして三橋、ワントップ2年生の富山、その富山がセル、セカンドボールを拾いたい育英、1点ビハインドの前橋育英、クリアする、さあ右サイドで鈴木武蔵がボールを持つが、3番の深夜、縦へのボール、のクリア、1点ビハインド、そして人数的にも1人少ない状況、前橋育英高校、前を向いた鈴木武蔵のシュート、わずかに右、わずかに右、中に入って強引に関根さんこう打ってきましたね。そうですね、前半から非常に運動量も多くて、はい、ボール際でも体を張ってます。この時間帯でもあそこまで思いっかシュートが打てる、非常に力の強い、体の強い選手ですよね。残り時間がちょっと少なくなってきました。延長の後半3分経過、高森
小川前線に大きく縦に三橋を走らせる。三橋シュートはできない。こぼれたボール、クロスを上げる、ヘディングシュート、小口のヘディングシュートでした。クリアした深夜、はいどうぞ。逆転を許した前橋育英の応援席、祈るようなポーズをしている女子生徒の姿が見られるようになりました。全国舞台へ連れて行ってほしいと思いを託す姿が見られます。応援、そしてベンチ止めに戦っています。先ほど松田直樹さんでメッセージを上げた T シャツが飾られている育英高校のベンチが映りました。山田さん、その T シャツにはですね、はい、選手たちがこの大会にかける思いというのが定められているんですが、とにかく俺たちの戦いを天国から見守ってほしい、そして国立への切符をつかみ取るゲームを見届けてほしいんだと、絶対に勝たなければならない偉大な先輩と共に戦っている前橋育英高校のメンバーです。山田康介監督は松田さんとの話の中で、日本代表に僕はなる、先生も絶対全国制覇をしてくれ、そう固い約束をしたそうです。さあ残り時間は少なくなりました。群馬県大会決勝、桐生第一が1点をリード。さあ3番の深夜が上がってくる、中に上げる、キーパーが出る、クジライ数的不利の前橋育英。鈴木武蔵が追っていく、手前のタッチを割りました。延長後半5分経過、残り5分。山田さん、前橋育英高校の山田康介監督もですね、はい、富山選手にとにかくワンチャンス絶対に最後にあるから絶対に狙っていろという指示を与えています。というのもインターハイの県予選4試合、全国大会はインターハイベスト8、桐蔭に敗れましたが、そこまでの3試合、7試合連続でゴールを奪っている11番の2年生の富山。富山にもう一度チャンスは訪れるのか。中に上げるか、リ・ジョンス。部員数138人、3年生は40人います。1点ビハインドの前橋育英。山田さん、はいどうぞ。1点を守りたい桐生第一高校、セカンドボールとランニングをしっかり、ディフェンスをしっかりやろうと声がかかっています。延長後半の6分経過、さあ残る時間は少なくなってきました。大きく前線に切ります。前橋育英急ぎたい。縦に走る、クリアする桐生第一。3番のシア上がっている、中に送って富山、トラップか、クリアした桐生第一。延長後半7分経過、残り3分を切ってきた。リ・ジョンス、すでにキャプテン、ゲームキャプテンの3番の深夜が前線に上がっています。前橋育英ディフェンダーを切り裂いた鈴木武蔵、武蔵のシュート、サイドネット、先制された桐生第一ですが、2点ビハインドから追いつきました。2対2の同点から延長の前半に14番金田のゴールが決まりまして、初めて勝ち越しました。このゲーム、
中に入れる長いボール、ジョンス、さあチャンスになるか、高森左利きだ、富山には通らない、1番の2年生富山亮。山田さん、はいどうぞ。桐生第一高校選手交代があります。16番のディフェンダー富田裕樹選手がピッチに入ります。さあ鈴木武蔵勝負するか、新谷とのマッチアップ、鈴木武蔵これもサイドネット、しかしシュートで終わっています。小口、前橋育英急ぎたい、残り時間がほとんどない、1分切った。スローインだ。山田さん、アディショナルタイムは1分です。延長後半のアディショナルタイムは1分、今のところ1分です。選手富田裕樹が入ってきました。15番の伊藤に変えての富田裕樹です。さあスローイン、深夜が競ってこぼれている、小口縦に行く、後半手元の時計で延長後半10分経過、ほとんど残り時間ないでしょう。アディショナルタイムは1分、クリアする桐生第一、追い詰められた前橋育英、初の国立に向けてシュートしましたがクロスバーの上、ほとんど時間はないでしょう。2年連続3回目の決勝の舞台、桐生第一、前橋育英を追い詰めています。ほとんど時間はありません。延長後半10分経過、アディショナルタイムは1分、前線に早く長いボールを入れたい前橋育英、渋沢のクリア、前線に走らせる鈴木武蔵、オフサイドがありました。前線に長いボール、ボーマへのヘディング、鈴木武蔵にボールが通る、ここで長い笛、桐生第一高校前橋育英を破って初の選手権、2点ビハインドから桐生第一が後半の30分から37分にかけて2得点、延長に突入し、延長前半9分に14番ゲームキャプテンの金田のゴールで勝ち越しました。3対2、桐生第一高校が前橋育英を決勝で破って初めての国立の舞台です。